墨田区は東京都の特別区の一つ、置いてけりなど本所七不には昔の墨田区が舞台である。押上、成平橋地区では自立式鉄塔としては世界一となる高さ634メートルの地上デジタル放送用タワー東京スカイツリーが2012年5月に開業した観光と防災都市のシンボルにし世界一の観光都市を目指すという 2005年に、夜間人口は23万1092人であるが、区外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの、区内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は26万2514人で昼は、夜の1.136倍の人口になる、東京都の東部の区であり、西の草境は、隅田川と東の草境は荒川及び中川に、 挟まれた位置にある河川に挟まれた町である。水の里百選に選ばれている。区東部の地域は、海抜ゼロメートル地帯となっている。近世以前墨落が成立するまでは、区の北部と南部では、歴史に大きな違いが見られる。北部では、平安時代頃には陸地化が進み、中世には、荘園制度の下では、下兎国火ミクリアの一角にあり、火市地,地の農村地帯として、 発展を遂げていた。南部では牛島が700年代から牛の放牧地とされていた他はおおむね湿地帯であり、人が住むには極めて向かない土地であった。こちらは北部とは異なり、中世では武蔵国江戸市一族の地行地であった。近世江戸中心部が1657年の振袖火事によって焼け野原になったため、災害対策の一環として武家屋敷が 遠く南部へと移動することとなった。同時に、立川、大横川をはじめとする河川の掘削や、南北有下水や五番目上の道路の整備が行われた。近現代1878年に北部は南葛飾郡に編入され、南部は東京十五区の一つ、本塾として成立するようになる。また、工業化の波が押し寄せることとなり、 北部も南部も開発が進んでいくようになった。1894年には重要な交通手段である総武線が開業した。このように発展してきたが、1923年の関東大震災により、区域の大半が消失することとなった。特に、元陸軍被服省跡地では、多くの人が避難をしたものの、猛火に遭い、4万人から5万人といわれる多大な消費者を出した。 やがて、それらによる被害も復興していくようになり、1932年には北部に向こう字幕が誕生。1935年の国勢調査人口は、現在の墨田区域で464,892万人で、あり、隣の台東区域464,217万4人と、共に東京で最も人口が集中しているエリアであった。しかし、 第二次世界大戦により、またも薬内全土は大きく消失した。1947年に本塾と向島区が合併し、現在の墨田区が誕生した。区名は、墨田川の包みの通称、牧亭から墨を墨田川から他を取ったものであった。1963年までは、町の復興及び発展とともに人口が増加して、 昭和の下町の代表的な存在の町となった。その後は頭打ちとなり減少し始めた。また、町工場も郊外や日本国外への移転などに伴い減少していくこととなった。1981年6月1日は防災行政無線の運用を開始した。近年では、これら工場跡地にマンションを建てるなどの開発が進められ、特に2000年以降は、 人口が大きく増加している。2016年8月24日より、防災行政無線の放送等が変更された。区の遠隔墨田区を東西に、北実験側が流れている。その北実験側を境にして主に南側が、旧本区北側が、旧向島区になる。墨田区では全区において、住居表示の実施が完了している。以下は住居表示実施後の調明と、 当該住居表示実施直前の旧町名の一覧である。旧町名の後に途中記したもの以外は当該旧町域の一部である。墨田区役職民家管内緑出張所管内横川出張所管内分下出張所管内墨田2丁目出張所管内東向島出張所管内墨田区は足立ナンバーを割り当てられており23区東部の地域と一致する。 アダチナンバー割当地域両国国技館、江戸東京博物館旧安田庭園区長選挙、編集2015年4月26日、最終投票率44.77%、平成25年度当初予算規模日本国内、編集日本国外、編集その他、編集詳細は、墨田区議会を参照1909年から1937年にかけて、区内に、 土地区場があり、岸も川地区を中心に、主として、豚川を扱う、皮革産業が発展した。トン市などを扱う、油脂産業や、動物性油脂を原料とする、石鹸産業も盛んで、大正時代には、長瀬商店、ライオン石鹸、資生堂、三好石鹸の四大石鹸メーカーが区内に立地した。東日本旅客鉄道総武線各駅停車総武快速線、京成電鉄押上線。 東武鉄道伊勢崎線亀戸線東京地下鉄、半蔵門線東京都交通局都営浅草線、都営新宿線都営大江戸線2012年3月20日より東京スカイツリー周辺を中心とし、区内全域を巡回するコミュニティバス、隅田百景隅、丸くん、隅林ちゃんを運行している。詳細は、京成バス奥の営業所隅田百景隅、丸くん、隅林ちゃんを 参照警視庁交通執行課、墨田分室向島警察署本所警察署、東京消防庁、第七消防方面本部東京都、災害拠点病院、編集東京都指定二次救急医療機関、編集委員、診療所、クリニック、編集墨田区内には、墨田区が運営する以下の図書館がある。なお、サテライトキャンパスとして、市政館大学東京サテライト教室及び、 千葉工業大学東京スカイツリータウンキャンパスがある、都立高校私立高校区立中学校都立、中学校私立中学校区立小学校区立、幼稚園級本塾の出身者については、本職を、旧向こう字幕の出身者については、向こう字幕を参照。ありがとうございます。